ウマ娘を10年続く IPA に対するみんなの反応。10年やれるのかねえ。リダイブ券が1回残されてるからいけるいける。10年後には何等実装されてるのだろうか。年20人ペースだと250人くらいになってるかな。今活躍してる馬も馬娘化すると思うと面白い。あとは地方とのコネ作りと地方の有名馬実装か。馬娘から競馬入った民がリアルタイムで見た競走馬が将来馬娘化されたら感慨深いものがあるんだろうな。CD 出たの2016年だよね。コンテンツの最初期から考えるとすでに6年経っている事実。IP としてならあと4年だし余裕では？4年後ならまだ馬おじさんもダービー乗ってるし大井の帝王も現役やってるなきっと。馬娘10周年の2026年の干支は馬、何が起こるか楽しみではある。親会社の社長が馬主になったからいい顔したいという意味でも長続きするだろうね。会長のダジャレのストック、10年後にはどれだけあるんだろうな。会長のダジャレ集はちょっと見てみたい。エアグルーヴのやる気が絶不調どころじゃなくなってしまう。今は出せない馬娘も出せるようになれば10年は戦えるはず。長く続いて経済効果も確認できれば今許可くれてないところも手のひら返してほしいね。私は後でも構わないのでいっぱい足毛ちゃんを追加してくださいね。謙虚で草。いやはよこいや。足毛いっぱい連れてさっさと来い。最初に発表された時から換算すれば10年はいけそう。育成はこのままだったらさすがにそんなことはないだろうけど多分飽きてるかな。他のソシャゲよか容量やばいから管理が大変かもしれん。容量よりは権利関係の方が大変だろうな。基本骨子はそのままなのにまだ遊ばれてるゲームがあるくらいだし大丈夫っしょ。新馬派がそんくらい続いてるから大丈夫かなと思うけど、頑張ってほしい。進撃のバハムートとか10年経ってもまだ続いてるし、再現は続けると決めたコンテンツを維持でも続けるという信頼感はある。新馬派はアーカイブとして残しているからね。なるほど、維持でも維持するということだな。IP としてはポテンシャル十分。ゲームはもう少し頑張らないとユーザーを維持できないと思う。ゲームのストーリーとかいいので、あとはゲームバランスだけど、その辺は期待できないよな。モデリングはハイレベルだし権利回り頑張って馬野球やら馬ゴルフ出すだけでも余裕っぽくはあるけどな。人気はわからんけどすでに波のソシャゲの数十年分稼いでるからな。もう6年経過してるし余裕やな、ハルーララ頑張る。まあ、だからこそ規約を守って楽しく遊ばないといけないんだけどね。10年経つ頃には消えたコラも実装されてる可能性あるか？10年もあると馬娘声優の入れ替えもあるだろうな。その辺も見据えてなるべく若手を起用してるのかもね。今活躍してる史実馬が数年後馬娘化されて、それに新人声優据えてその馬中心で回していくみたいな感じかな？よっぽど変なことない限り10年ぐらいはいけるだろ。ただ、キャラ増えすぎて誰を推しにしたらいいのか悩む問題は発生しそうだけど。何にせよ3年で畳むつもりでしたわとか言われるよりはいい。事前登録からゲーム配信まで3年間を費やしたゲームだつら構えが違う。今後出る馬娘の数だけ声優さんも増えていくけど大変そう。ある程度行ったら被りも考慮するのかな？むしろ新人声優の登竜門になればよりコンテンツも安泰になるし。この感じだと余裕だと思う。馬娘は続いてほしいわ。漫画やアニメ等も含めたコンテンツとしてはまだまだ将来性あるから頑張ってほしい。アニメ2期終了前後のインタビューでゲームが続く限りはアニメも作っていきたいと言ってるからゲームが差収したらアニメも作られなくなると思うよ。モバマスもなんだかんだで10年以上続いたし、楽しんでいるコンテンツが長く続いてくれるのは嬉しいことよ。サンデーや社代のような超大手が馬娘化の許可出したら10年コンテ余裕そう。あと多分ないとは思うけど金子さんもなぁ。取り決めはあるかもしれんね。丸年きっちり続けたらとか、競馬界盛り上げてるコンテンツだと評価されたら目がありそう。偉い人になってくると瞬間最大風速より息の長さを重視しそうだからなぁ。長期計画が立てれるほど実在馬の馬娘か権利交渉が順調ということかな。
さすが20年後にディープインパクトがいなかったら切ないぜ。目処が立ったんじゃないかな。さすがにディープなし、オルフェなしの日本競馬芸はありえんと思う。マルチメディアコンテンツとしてなら可能性あるけど、アプリは決算報告で西毛自身が馬娘の失速を認めているから何か変わることを期待するしかない。10年後から来ました。10周年アニバで竹インパクト豊かが実装されました。犬とかディープサンク竹豊かとかはまだですか。ただでさえ現状容量やべえのに200人とかスマホ爆発するで。嬉しい悲鳴だな。スマホのスペック据え置きなのか。車台を口説き落とせればだいぶ現実味帯びてくるかも。なんなら自社の馬でもいいもんな。アニメとかなら見る人かなりいるだろうし、 IP としてなら大丈夫でしょ。ゲームは1年ごとぐらいで調整入れないと、まずそもそもテストプレイ不足すぎる。問題は20年30年を目指すかどうか。競馬界からしたら10年程度で終わるの？になるし。様々なコンテンツが苦慮してる若年新規層の取り込みで、すでに一定の成果は上げてるわけだし大丈夫だろ。JRA さんはなぜか馬娘に関してあまり興味がなさそうなのが気になるところ。今10年ぐらいの IP といえばカンコレ9年半経過。往年の勢いはないが、まだ続きそうではある。なんならカンコレは新作アニメやるしな。10年あればおにゃんこぽんも来るかな？ビジュアルがすごい気になる。新しい馬娘がたくさん追加されるのは嬉しいけど、今いる推しの出番が減っていくジレンマ。結構昔の競走馬とか出してくれるといいな。競馬やってる自分でも名前知ってるかどうかみたいな馬のことを知りたい。前人未到の大記録ってわけでもないし、今のペースならどうってことなさそう。未来も幅広いコンテンツで楽しめればいいな。すでに並々コンテンツの10年分は優に稼いでるし、続くのは続くだろうな。俺の寿命的に最後まで付き合えそうにない。諦めんなよ。そんなこと言うなよ、俺より長生きしろ。普通に面白いから10年なんて余裕よ。飽きてやめる時もあるし、ちゃんみももうやってないけど、久々に始めると2ヶ月くらいやってしまう。馬娘はメディアミックスが非常に強いから10年は普通に持つだろうね。ゲームはもちろんアニメや漫画もヒットさせたのが大きい。キャラや世界観はいいから IP はいけるやろ。初めてハマった大規模コンテンツだから長く続いてほしいもんだ。言うてもあと4年だろ？余裕いけるいける。制作発表から数えてあと4年、アプリリリースから数えてあと8年か。竹豊さんはまだ現役やってるだろうな。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。